木曜日最初のコーナーはこちらです。はい、はい、女だらけの木曜日最初のコーナーはブリリアント女子部スポイオンということで、はい、夏本番ですけど、うん、あれ準備しました？いやまだしてない。遅いです。もう始まってます。挑戦は本当ね、はい、私もトレンド抑えてきましたから。さすがやな。それでは VTR どうぞ。でお邪魔したのがイオンモール宮崎、こちらの2階にあります紫スポーツさんで夏のビーチファッションたくさん見てきましたよ、はい、店内も夏の商品がずらーっと勢ぞろいです。失礼いたしました皆さん。さあ今回のコーチはこちらです。紫スポーツスタッフの深川智子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもうこの時期気になり始めてるのがビーチファッションなんですけど、はい、もう入荷とかは始まってますか？はい、だいたい5月ぐらいから、たくさん入荷していって、はい、150アイテムですね、はい、を取り扱いしています。もう早速チェックしに行かせてもらっていいですか？はい、じゃあ水着の方に、はい、レッツゴー、行ってきます。はい、すいません、いいですかこれで。うわすごい、上から下まで見てください。カラフル、かわいい、かっこいい、もう水着がずらーっと並んでますけど、こんなにあると、はい、もう自分がね、もう似合うやつがありすぎてどれにするか迷いそうなんですけど、はい、今年どんなタイプが来てますか？今年はまあファッション性の高い水着もたくさんあるので、はい、まあ、ニット素材のものだったり、うん、スポーティーなものから結構幅広く、はいはいはい、取り扱いはしてますね。でもこんだけあると、はい、誰でも自分に似合う水着見つけられそうですね。そうですね、うん、あると思います、はい。まずはこちらの水着から紹介させていただきます、はい。でまあ、定番の、ニット素材なんですけれども、まあ、パステルカラーで、はい、まあ、可愛く、まあ、着こなしてもらうという水着になります。これいいですね。私初めて水着のニット素材を見ました。あ、本当ですか？はい、ワンピースの中にもあの見せブラとして使えるので、はい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 、まあ、重ね着として着ていただいてもいいですね、うん。あとこちらなんですけれども、パレオ。パレオ、あ、はい、パレオがついてるんですか？パレオがついてます。おパレオの巻き方としては、はい、腰に、まあ、こちらは定番なんですけれども、うんうんうん、まあ、こういう感じで着てもらうのは、まあ、定番です、ね。またこのパレオ自体もすごく凝ってますね。そうですね、フリンジがついてるので。またちょっともう一個巻き方がありまして、はい、うん、まあ、脇に挟んでいただいて、なるほど、まあ、一度結んでいただきます。結んで、で首に、あ、引っ掛けると、なるほどね、まあ、ワンピース感覚で着ていただけるので。これなら下ショーパン履いて私服としても着れますよね。そうですね、使えますね。すごい機能的だし、何ウェイにも使えるから。そうですね、楽しめますよね自分も、はい。あ、これいい。これはおすすめです。ですね、はい。この他にもカムカムの水着、ブラがチューブトップで横長になっている今年流行りバンドゥタイプの水着です。中央にねじりが入っているのでよりセクシーにグラマーに見えます。バックスタイルもこちらセクシー、ティーバッグの紐らしいです。そしてやっぱり花柄は外せません。マーキュリーデュオの水着かわいすぎますよ。ブラにはフリルもついちゃって女子力どんどんアップです。スカートとビキニ両方楽しめる3点セットです。いいね。水着は日焼けが気になるし露出するのも自信がないという女子、安心してください。かわいいのたくさんありました。こういうビキニは苦手だわっていう方は、はいはい、お、こういったまあ、トランクス。そうですね、これいいですね、はい。トランクスだったり、まあ、ラッシュガード UV カットアイテムがあるんですけれども、こちらの方を着ていただくと体のラインが隠れるので、ね、はい、水陸両用で使ってもらうこともできます。なるほど、はい。でもまあ足出ますよね。ですね、それもまたこういった、それ、はい、なるほど、はい、こうなるわけですね。で、で、まあ、こちらはトレンカ。あ、なるほど、かかとがかけれるか、はい、で足の甲まで焼けにくくなってるので UV カットアイテムの一つとしておすすめです。これってでもパッて見た感じ、はい、普通の服って感じですよね。そうですね、まあ、ウォーキングだったりっていうのも使えるので。え、はい、ほんと水陸両用ですね、はい。ちょっと着てみてもいいですか？あ、 OK です。じゃあ、はい、着てみましょう。着てみます、はい。どうですか？すっごいいいじゃないですか。これ、はい、あの見てるだけじゃ分からなかったんですけど、はい、いいとこいっぱい見つけました、はい。まあ、もちろんこの
まずから足からねこのトレンタの部分が日焼けしないっていうのはよく分かったんですけど、はいはい、ずっと着てここ見てください、指入れて手の甲まで焼けなくできる、はいはい、そしてこのねフードも首まで隠れるやろ、かぶってみて完全防備ですよこれ、ねね、はい、で顔はしっかり日焼け止め塗ればバッチリですよね、バッチリですね、可愛いですね、すごく似合ってますよ、あ本当ですか、はい、ピンクなかなか着ないんでちょっとドキドキしてたんですけどすごく似合ってます、これいいですね、本当怖いものなしというか、はい、こちらのラッシュガードはカノコ素材なんです、ポロシャツのような生地で速乾性通気性に優れています、遊びたいけど焼けたくないという女子もいろんなコーディネートで楽しめますよ、インポート水着になります、お体型が気になる方はこういったポンチョ型の、はい、今ポンチョもあるんですか、ポンチョもあるんです、ちょっと UV カットとは違うんですけれども、これでも海に入れ、もちろん入れますね、入れるんですか、はい、で速乾性もあるので、あ本当だ、しかも軽くて気持ちいいですね、はい、これバッチリじゃないですか、これにデニム履いて海に来て、はい、脱いでデニムを、はい、これで入れるわけでしょ、もちろん入れます、これで帰れますよね、帰れますね、乾けばでコンビニ行けますよね行けますね、街歩けちゃいますね、歩けちゃいますね、ビーチで過ごすのにぜひチェックしたいのがこれらの商品です。アロエ成分入りの日焼け止めやジェル、クラゲよけローションもなんと UV カットなんです。こちらのですね、鍵入れストラップもいかがですか？大事な車や自宅の鍵をこの部分に入れておけば安心して海で遊べます。美活のコツのコーナーです。スタイルよく見える女子テク、パッドではなくヌーブラ。なるほど。今年はヌーブラビーチプラスっていうのが出まして、はい、まあ、膨らみと谷間ができるっていうのと、はい、あと水陸両用で、こちらはまあ水着とあとはまあ浴衣の下で、はいはいはい、まあ、下着のラインが出ないようにあのつけていただくっていうヌーブラ、海でも使えて日常生活でも使えると、はい、夏は結構露出が増えますから、そうですね、いいですね、じゃん、お、来た、はい、じゃあちょっと失礼しますお母さん、あ、いや違うわ、ちゃんとこうホックがついてるんですね、後ろ、そうなんですよ、しっかりとこれあるからずれにくいってことですね、はい、まあ、自然に胸のラインが出て、はい、まあ、谷間もできるっていうのでおすすめです、女性の強い味方ですね、はい、これいい感じニューレスをしかも今年はヌーブラを使ってみませんか、よくできました、これだけたくさんのグッズが揃ってると宮崎の夏楽しみになりますね、はい、そうですね、うん、であのご試着も、はい、あの全然ウェルカムなので、うん、あとは、紫スポーツでは、ボディーボードと、サーフィンスクールの方を開催してますので、はい、ぜひとも、お店の方にお問い合わせください、プロの方に教われるということで、はい、ぜひ皆さんも夏満喫してください、はい、今日はありがとうございました、ありがとうございました、さあ準備マナーの方、もうちょっとあれこれ言いたいことがいっぱいあった、もうテレビ見てる皆さん残念でした、ゆきちゃんが水着着ると思ってた絶対ちゃんと水着着てたんですよ、ね、はい、本当でも、はい、いろいろあるね、かわいいのは、ね、だからもうほら若い子たちからちょっと子供さんができた世代まで全員で楽しめますよね、家族で海に、なんかねもう水着なんて何年も着てなかったんだけど最近着てる着てるそうそうそうでなんかいきなり水着っていうとねちょっと敷居が高いかもしれないけど、あのラッシュガードとかのトレンカとか ね、私たちはそこから入りますよ、うん、そこから入ってまたそれがランニングとかでもあれ使えるみたいで、運動と本当に日常生活通して頼しめるというのが、ね、いいなと思いました、ね、本当あのコンビニ行けちゃいますよ ね、はい、絶対行けあれで ね大丈夫大丈夫、全然平気でしょ、で、まあ、本当速乾性がいいものばかりなので、うん、海に入って濡れてもちょっと乾かしとけばまた着て帰れますからね、うん、で宮崎の夏日差しが強かったりするから UV 大事、 UV は大事だなと、ね、クラゲよけとかもあるの、本当にクラゲが仲間と思う成分が入ってるみたいで、あのプロの方たちもつけてなるべくこう刺されないようにしてるみたいです、しかも UV なんでしょ、すごいね、水陸両用のヌーブラ、興味津々で、ね、髪の毛が半端ないです、そしてですね、あのサーフィンスクールなんですけど、うんうん、あれプロの方じゃなくてスタッフももちろんいて、だから初心者の方でもウェルカムとおっしゃってましたので、ぜひ皆さん挑戦してほしいと思います、なんか
しかけやすそうな、ね、そうですね、関西の方で素敵な方でした、うんうん、そしてプレゼントもいただきました、ありがとうございます。紫スポーツさんから、紫スポーツの大判タオル、こちら非売品を5名の方にプレゼントいたします。今年のデザインは今年だけということで、ぜひ皆さんに応募してほしいと思います。番組最後のプレゼントコーナーまでご応募ください。皆さんもぜひ夏のレジャー楽しんでみてください。以上、ブリリアント女子部でした。はい、どうもありがとうございました。では続いては美味しい話のコーナーです。